みちゃん、おはよう。よく寝たか？寝た？ちょ、みちゃん、ご飯な。ちゃうやん。何や。みちゃん、そんなとこ休憩してんの？見てくんで。バイバイ。おはようございます。どうも、木村空劇場へようこそお越しいただき、神々やな。いつもありがとうございます。はい、今日は七のつく日に、まあ、一応熱いイベントをやっている、まあ大きなお店に来てます。続々と車が来てまして、すごいですね。相変わらずすごい集客力、すごい儲かってる。お店すごい。はい、というわけで今日の狙いは花火一本ということで、もし抽選がアウトでしたら、やっぱりどうしてもパチンコになるかなってとこですね。抽選を引いてどうかってとこで今日は勝負していきたいと思います。 Q のメインチャンネルの件ですけれども、3回目の警告が来まして、こんなことはまあ YouTube をやってて初めてのことで、もう立て続けにこの2週間ぐらいで警告警告警告っていうことで、まあご存知の方も多いと思うんですけれども、まあおそらくもうあのチャンネルはパチンコパチスロ動画上げることはできないのかなと思ってますが、ちょっと静観してみます。 YouTube の癖というか、こうトレンドがあってバーっとなったら、警告とか広告剥がしとか出て、落ち着いたらピタッとそういうのがもう落ち着いたりもする時もあるんでね、まあだから1ヶ月2ヶ月ぐらいちょっと期間を空けてアップしていこうかなっていうふうに思ってます。でも本当にそれこそもうパチンコパチスロ動画がオワコンであれば、あのチャンネルをもうちょっと違う方向で運用していければなっていうふうな考えてますんで、まだこれも確定次第皆さんにお伝えいたしますんで、今後ともヒムロックをよろしくお願いいたします。というわけで早速抽選の方行っていきたいと思います。ビル嵐死んじゃった。よろしくお願いします。
お疲れ様でした。まあ、1軒目のお店はもう候補台がいい調子出てまして、で自分の台ももうね、子役とか花火ゲーム中のうんぬんとか全くついてこなかったんで、まあ、やめてマイナス13枚と、でそこから移動して、まあ、ライバル店に移動しまして、同じく7のつく日はイベントをやってますんで、もしかしたらあるかなと思って、めっちゃ久しぶりに来たんやけどね。ほんならまあバーサス1台花火1台ずつありそうな感じで、まあ、カチカチくんちゃんとやって、チラッと見たらちゃんと判別も細かくやってはったんでね。でアプリでこう判別とかもやってて、最初ちょっとボーナス確率ついてきてないなと思ってたんやけど、まあ、やっぱりついてきてて、もう連チャンしだしたりしたんでね、まあ、自分のはもう全く話にならない状態やったんで寝ました。で2軒目のお店の特徴が、なんか平日にも花火もしかしたら入ってんかなって思われるような、動きをしている台がありまして、スランプカレンダー見たらね、だいたい2日間据え置きしてまた買えるっていう、もしかしたら熱いお店なんかなということがちょっと垣間見えたんで、一度平日に狙い台定めて行ってみるのもありかなと、そういう風に思いました。今日はもうプラスマイナスほぼゼロですね。飲み物あまり玉でゲットしたんで、マイナス13枚分はもうプラスというかチャラになってると思います。はい、ちょっとパッとしないけどね、すいませんね、うんこみたいな動画でね、まあまあ破産せんように楽しみながらぼちぼちやっていければと思ってますんで、長い目でまた応援してください。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。いらっしゃいませ社長。いや、もうチャンネル引っ越しして、そうなんですよ、もういろいろありましてね。はい、ところで社長、ほら、ずいぶん前にちょっと言ってたじゃないですか、あの YouTuber の何話のひねでー、ありがとうございました。ひね、美味しい、食べたい、さよなら。